土屋くん、土屋くん、あ、おはようございます。よろしくお願いします。今日は一日お世話になります。お願いします。ちなみに朝から新聞読んでるんですか？そうですね、もう日課になってますね。へえ、すごいね。新聞をさ、継続して今どれぐらい読んでるの？今日で、310日目ぐらいです。え、なんでそんな細かく覚えてるの？毎日投稿しているので。気づきとかを？気づきとか、まあ、新聞だけじゃないんですけど、まあ、何らかの内容を投稿しているので、うん、すごい継続力。まだまだです。まだまだです。そう。終わりました。お疲れ様です。すごい、こんな結構書くね。じゃあ行きます。はい。おー、投稿されました。自分でいいねをつける。自分でいいねつけるんかい。対象台選んだのはやっぱり綺麗だから。やっぱり地域創生学部。うん、地域愛ですね。地域愛。え、地域創生を学べるっていうのがやっぱ大きな理由だったの？一番大きいですね。え、地元島根にはさ、そういう学部とかはないの？いや、でも同じような学びはあるっちゃあると思うんですけど、やっぱり東京がいいなっていうところで。なんで東京がいいの？やっぱり島根に住んでいて、うん、1回は日本の首都を経験してみたいなっていう漠然とした思い。はいはいはい。で、やっぱり田舎者魂ですね。田舎者魂、はい。今日はどこをランニングしますか？そうですね、今日は代々木駅から国立競技場まで行きたいなと思います。おお、頑張ります。軽くランニングって感じですね。地元は好きですか？地元は好きです。おお、なんで好きですか？なんか落ち着きますし、うん、知ってる人が多いので、うん、この先も、まあ、やめてはそこに住みたいなと思います。一通り結構走ったので、はい、次はトレーニングしたいなと思います。おお。土屋くんの就活のモチベーションは何ですか？そうですね、うん、自分は都会から田舎から、うん、出てきて、うん、まあ、東京に、都会に、うん、呼ばれるんじゃなくて、うん、都会でもちょっと自分の軸を持って、うん、やってきたんだぞっていう、うん、ことを、まあ、家族とか、うんうん、周りの人にも、うん、伝えたいんだなって、うん、そこが多分原動力なのかなって思います。なるほどね。絶対にこの企業でなければいけないっていうのはあまりないのかな。ないですね。じゃあラストスパート頑張ろう。はい。これから、今選考中の ES を書いていこうと思います。お、今どういう企業を受けてるんですか？今自分の軸が地域創生というところで、まあ、地づくに貢献しているような企業を主に受けてます。メインは今は東京なんだっけ？今メインは東京ですけども、地元愛があるんで、まあ、これから地元の企業も知って受けることができれば選考に進みたいなって思います。うん、まだそのどこで就職っていうのは絞り切ってはいないっていう段階なんですね。そうですね。うん、じゃあ ES 頑張ってください。ありがとうございます。ES 終わりました。お疲れ様です。どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は地方就活をちょっと考えている方の就活相談企画なんですけども、実際に島根出身の土屋くんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回はですね、ローカツという就活サービスを運営されている花岡さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ローカツプロジェクトの花岡です。よろしくお願いいたします。お願いします。ローカツは厚生労働省のプロジェクトなんですよね。はい、厚生労働省のプロジェクトでして、ローカツっていうのがローカル
と、就活の意味で老活というものになります、うん、じゃあその老活のサービスのご説明を簡単にいただいてもいいですか、まあ、地方就職を考える方に向けた厚生労働省のプロジェクトでして、はい、地方でも自分らしく働ける場所があるっていうことと、地方でもたくさん魅力ある企業があるっていうことを知ってもらう、そして地方就活の方法なんかをアドバイスしているようなプロジェクトになります。じゃあ地方就活をちょっとでも考えてる人は結構おすすめのサービスっていうことですかね。そうですね、特に働く場所にこだわりがない方とかもご相談にいらっしゃっておりますので、うんうん、そういった形でざくっとちょっとどこで働こうかなっていう人も、はい、ご利用いただいてます。じゃあ特にその中でもこういう人におすすめとかってありますか。よくあるのが U ターン就活ですね。地元で帰って就職するか、それとも都市部で就職するか悩んでいる方ですとか、あとは企業の探し方がわからないっていう方などにおすすめしております。老活が運営しているウェブサイトがございまして、うん、そちらは地方就活に特化したサイトになっております、はい、なのでどこよりも詳しく地方就活の情報がキャッチできまして、はい、情報発信も最新情報をお届けしております。あとはですね、地方就活に関する個別相談を実施しているのと、就活に役立つようなイベントセミナーを開催しておりますので、うん、そちらも全て無料ですし、オンライン開催が多いので気軽にご参加いただけるかと思います、うん、ということで、まず土屋くんの方からちょっと簡単に今の就活の状況であったりとか自己紹介をちょっとしていただけたらなと思います。大正大学地域創生学部3年の土屋隆生と申します。本日はよろしくお願いします、まあ、就活の状況としましては、早期選考にかかっているのが数社あるという形です。やがては島根に帰って地元に貢献したいなというふうに思っております。よろしくお願いします。今お悩みをちょっと一言で教えていただいてもいいですか。就活軸というのがまだ定まっていなくて、かつ行きたい企業もまだ明確ではないので、本日はそこを知りたいなというふうに思います。じゃあ現時点で考えている就活の軸ってどんなものか教えてもらってもいいですか。そうですね、地域創生を果たしたいっていうことを今現時点で思っているのは一つだけです。東京の企業での就職活動もされていると伺ったんですけど、はい、それについてはどういうようなこう基準で会社選びをされたりしてるんですか。いろんな企業を見ていく中で地域創生に力を入れているところが多いなっていうふうに感じていて、だからといって地域創生を果たしていない地域はないっていうふうに思っているので、うん、どの企業でも軸としては当てはまっているのかなというふうに思っています。じゃあ島根県に限らず、はい、その地域の活性化とかそういう地域に密着したような企業がいいかなって思ってらっしゃるということですかね。地域で活躍する人材になりたいなというふうに思っています。その規模感とかはどのような規模感の地域っていうふうに考えてますか。あんまりこだわってはいないですね。じゃあ、土屋くんが思 う地域ってどういうようなイメージですかね。自分にとって地域ってっていうところ、どういうところが一番興味があるのかなとか、どういうところのサポートをしたいのかなっていうのをもう少し整理して考えていかれるといいと思います。なので今聞いた範囲だと結構幅広い、どういうエリアみたいな、県なの町なのみたいな感じで絞っていくともう少しこう整理できるのかなと思うんですが、いかがですか、そのあたりは。それは日本。じゃあ日本って、ね、47都道府県ありますけれども、どこがいいかなってなると絞れたりしますか。絞れてはいないですけど、今は東京に住んでいるので東京の街づくりも面白いなっていうふうには今思っております。じゃあその東京の街づくりってどういうところに興味がありますか。都市開発とかでも、まあ、ありだなというふうに思いますし、どこにでも通用するスキルを身につけたいなっていうふうに思います。それは地域に活性に向けてのスキルってですかね、はいはい、例えばなんかどんなものか思いつきますか。一つはコミュニケーション能力なのかなと思います。今漠然とコミュニケーション能力かなっていう中で、コミュニケーション能力の中でもいろんなスキルがありますよね。でちょっと今お話が飛んでしまったので戻しますけれども、やっぱりその地域活性っていう中でも細分化されていて、それがどこで自分が何か必要かなっていうのをちょっと掘り下げて細かく考えていくとちょっと見えてくるものもあるのかなと思います。自分は営業職に携わりたいなというふうに思っていて、お客様の興味にいかに興味を持つことができるのかっていうとか大事だと思っているので、まあ、その能力なのかなというふうに思います。そういう形でちょっとこう絞り込んでいくっていう作業がいるのかなと思いますので、それをこう頭で考えるだけじゃなくてこう自分で書きながらこう残していくと、後でも記録をこう追加していけるので、何かそういうものを作ってみてもいいのかなと思います、はい。
ちなみに土屋くん的には、はい、自分はどういう人間だと思ってますか？短期的にも長期的にも相手の信頼を得ることができるのかなというふうに思います。例えば短期的な信頼であれば、今スーパーでレジを行っているんですけれども、うん、スーパーのレジってお客様と時間がかけられているんですよね。でもその中で土屋っていう名前を覚えていただいたりしているので、そういう強みはあるのかなと思います。それをどこの部分がそういう信頼関係に結びついているのかなっていうのを自分の中で考えてみるといいかもしれないですね。ちなみに長期的なその信頼関係を築くっていう点ではなんかどういう経験があるんですか？大学を機に東京に上京してきて、友達ゼロの状態だったんですよね。で今3年生なんですけども、周りにいる友人気軽に話すことができるので、信頼関係を一から築いていくことができるのかなと思います。ちょっとエピソードとしては弱いですかね。今の内容でもいいけど、なぜ信頼関係につながったのかっていうところを考えてみるといいのかなと思います。ちなみになんで信頼関係につながったと思いますか？気軽な会話をすることができるのかな、そこが強みなのかなと思います。話しやすい雰囲気っていうのをどういうふうにこう作ってるのかっていうのがちょっと分かってくると、また一つアピールなのかなと思います。どういうふうに作ってるんですか？相手は今何を思ってるのかなとか、言いたそうなことを質問してあげると結構話がつながったりとかするので、そういうことを意識してますね。話したそうなことがこう分かる、汲み取る力があるっていう感じですかね。でもそうだと思います。まあ、言語化難しいなと思いました。だからこういった例えば花岡さんであったりとかっていうところの力を借りながら言語化も手伝ってもらったりもできるということですよね。そうですね、はい、お手伝いしますし、統括ももちろんそうですし、学校にある就職課とかそういったところでも手伝ってもらえるので、いろんなところで聞いていくとこうブラッシュアップして自分の力っていうのが見えてくるのかなと思います。人生軸も考えた方がいいと思うので、そういう場合に仕事以外に人生ってたくさんの転機だったりとかライフイベントとかありますよね。で新卒の就活生の皆さんっていうのはやっぱりどうしてもファーストキャリアなので、仕事内容だったりとか給与とか休みっていうのを中心に考えられてると思うんですけど、実は仕事以外にもたくさんのライフイベントがあるので、どこだったらこう自分がありたい自分のような生き方ができるかなっていうのをちょっと今一度仕事軸と人生軸と一緒に考えてもらったらいいのかなと思います。どっちかというと一般的なエージェントであったり就活サービスがやっているようなキャリア相談と比べて、キャリアセンターとか大学がやっているようなその相談みたいな感じに近い感じなんですかね？そうですね、はい、私たちは企業紹介はしないので、就職活動の方法とか自己分析のお手伝いをするので、皆さんに合ったような形でサポートします。なのでもし自己分析をこうがっつり手伝ってほしいということであれば、1対1でお話を深めていって言語化できるようにお手伝いはできます。島根の企業とかも知らないところ多いじゃないですか、はい、そういうのをちょっと早速ちょっと老活を使って調べてみてもいいですか？はい、はい、じゃあクリックしていただいて、島根の企業を探したいってなったらどうやって使えばいいんですかね？はい、トップページからスクロールしてもらうと、はいはい、あなたが働きたいと思う道府県はっていう、こちらから島根を選択してください、はい、今回は島根を見ていきますけれども、東京都以外は46の道府県が掲載しているので、はい、希望の県を選択していただければ、はい、探すことができます、じゃあまず企業紹介サイト右端にあると思うのでそちらを見ていただけますか、はい、こちら見ていただくとこれが島根県に特化した企業のサイトになっております、こういったサイトのポイントとしては大手求人サイトだと島根県では検索できると思うんですけれども、市町村まで掘り下げて詳細を絞って検索できるものが少なかったりするので、ご自身が希望の市町村に絞って企業を探すことができるのかなと思います。じゃあ試しにジョブカフェ島根とか見てみてもいいですか？ここ見てもらうとざっと市町村でも分かれてますし、他にも社風だったりとか他にも検索できるようなものがあるので、すごい、何々市とかも出るんだ。やっぱりこう大手のサイトだと都市部中心の大手企業が多かったりするので、有料な中小企業も島根県にあるんですが、ちょっとそのあたりが掲載してない場合とかもあるので、いろんなこうサイトを使いながら並行して使いながら企業してもらった方がいいのかなと思います、じゃあなんか社風とかで検索してみてもいいですか？ワークライフバランス欲しいんだ。欲しいですね。産休育休もね、有給取得しやすうーん、体動かす仕事とかも好きなんですね。
地方特有かもしれないですね、これも。じゃあ、検索してみますか。出てきた。557件出てきました。島根、こんな会社いっぱいあるんですね。そうですね。地方にはあの企業がないっていうイメージ持たれてる人が非常に多いんですけれども、しっかりこう探すサイトとかを使い分けるといっぱい企業は出てくるので、はい、有料な企業たくさんありますので、ぜひ調べてみてください。どうですか、使ってみて。住んでるだけでは知ることはできないので、何かを使ってこう探すっていうのは、知らない企業を知る上でも大切なことだなと思います。サイトのところでもう一つだけお伝えしたいのが、はい、あの今あの企業サイトを見てもらったんですけれども、はい、あの窓口っていうものもありまして、はい、あのインターネットで今みたいな形で企業を探してもらうのも一つなんですけれども、うん、あのジョブカフェ島根だったりですとか、うん、あの自治体ごとに相談できる窓口があります。なのであのネットだけで見るとね、自分で疲れちゃったりとかして、あの何が合うかどうかっていうのは大手サイトと同じくになってしまう場合もありますので、あの自治体の窓口が無料で相談できる場所となっておりますので、あのこちらのローカツの方にも掲載しているので、そこにも頼っていただければいいのかなと思います。僕普通今まで就活とか仕事探すってなったら、一般的な就活サービスが思いついたんですけど、こういう国とか自治体がやってるところもあるんだっていうのは今日初めて知りました。そうですね、はい、就活を一人でするんじゃなくて、あのローカツだったりですとか、そういう窓口と一緒に連携してこう進めていくっていうのが一つ、あのいい方法なのかなと思います、うん、ということで花岡さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。土屋くん、お疲れ様でした。ローカツプロジェクトのカウンセリングを受けてみてどうでしたか？地元に18年間住んでいたんですけど、18年も住んでいて知らない企業がたくさんあったので、いやこれもっと調べていく必要があるなっていうふうに感じました、で就職する中で地域を絞るじゃなくて、東京も島根もどっちも見ていって、最後はいいところに決めたいなっていうふうに思いました。そうだね、いろんな企業を見た上で土屋くんに一番合う企業が見つかるようにこれからも応援しております。じゃあ今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様、またね。お疲れ様です。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。